ですね。さあオリベイラ、ディエゴ・オリベイラシュートレンジです。打てるか、シュート、あー久保来ましたね。ここからですよね。ここからいいボールも入りましたし、まあ前に相手がいましたけどね。オナユ、あいいカットだ。チャンスです。シュートまでいけるかどうか。シュート、あーインターセプションから久保、アイディア素晴らしかったですね。いや行くべきだという判断が素晴らしい。そうですね。いやもう本当にいろんな選択肢を持ちながら最後ねシュートしましたけど、ないというかね、まあ、東のここのスライディングからですよね。はい、はい、で、マクボがボールを奪ってから監督、スローインを急がせます。スローを見てまた、あ、キーパーをかわせればチャンス。さあ、東京決定機です。シュート、ゆっくりと吸い込まれてゴール。決定的な得点が東京に入りました。こういうの狙ってますね。いや、狙ってますよ久保建英、はい、今のリプレイです。ここ、監督が、ね、から、はい、マッチティッパーのバックパスですか、はい、まあ、無人のゴールですからね、まあ、そうですよね、大きいですけど、はい、まあ、オリンピアもある程度こういうミスは、ね、シーズンの中で